ボロボロだね。2年のみんなに見せやーっと。ちょいちょい。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。まだまだ大丈夫でしょ。だって君弱いもん。領域展開、無料空所。獅子王司だ。司で構わないよ。俺と千空のタッグなら保存食は心配ないね。そんなに深い意図はないよ。このストーンワールドは自由だ。純粋な若者だけを復活させて、このまま誰のものでもない自然と共に生きていく。くそ、また貴族が増えやがった。さて、なんだろうな。汚え足で俺に触るな。殺すぞ。よこせ、マヒル。おうおう、シンジ君時の威勢はどうした。よう、ユウ。お前も随分狂っちまったな。じゃあ、次の人、君、公園で猫をくれなかった子だ。その猫、渡してくれる？なんで僕に猫くれないの？君のせいじゃないよ。うちの近くで、動物の虐待事件があってね。そういえば、学校での様子もおかしかったよね。ユーザンでいいよ。今日は、しずくちゃんに会いに来ました。ああ、やっぱり我慢できない。ちょっとここで待ってて、しずくちゃん。甘いものを買ってくるから。しずくちゃんは春の彼女？え？お互い恋愛感情まるでなし？いつも一緒にいて？本当？うちの父親はね、まあなんというか厳しい人で。巻き込まれたマシバス、付き合ってないっす。本当にお嬢のことが好きだったんすか？いや、これは違うんですけど。お嬢には幸せになってほしいっす。でも姉さんにやれって言われたらやりますよ。え、母恋しさってやつですか？どんな母親っすか？東田と言います。宮越さん、今日なんでうちに来たんですか？今の今まで何に驚いてたんですか？いや、でもせっかくだし。どういうとはどういう。なので正直好きですとは言えないですが、他の人間には渡したくないと思っています。エンデバーさん、好きな食べ物とかあります？あ、もう食べないならもらっていいです。感知しろ、強欲。全員避難完了。料理したことないでしょ、エンデバーさん。そういうとこです、エンデバーさん。背中押しますよ、ナンバーワン。はじめまして、夢野です。それ以上近づいたら帰ります。すごい、キャラの名前5人も言えるなんて。もしかして俺の漫画読んでくれたんですか？もうすぐバレンタインだな。あ、チョコ1個ももらってないけど。ものすごく怒ってる。さくら、そんなに嬉しそうに。お詫びに何かおごるよ。次の小テストなのだよ。昨日と全く同じだな。日曜日は大洗濯会だな。大丈夫か？つむぎ、びっくりしてるだろ。あの、先日そちらの名刺をいただいた犬塚と言います。すみません、先ほど電話した。何してるんですか？見た見た、すごいな、つむぎ。